はい、こんにちは、秋山達郎のみんなのラジオの時間がやってまいりました。さて今日もまたじゃあテーマソング歌いましょうね。いきますよ。はい、こんにちは、こんにちは、今日も元気で爽やかに、お昼のひととき、みんなのラジオ、みんなのラジオ、みんなのラジオ。はい、パーソナリティの秋山とアシスタントは今日は影の声みたいになってますけど、はい、どうぞ。百選こと桃田紗友子でございます、はい、よろしくお願いいたしま す。雨になったね。雨です。明日まで雨です。明日も雨、はい、ということでね、さて、今日はいつも気分は晴れのシンガーソングライター岩間雅彦さん、どうもありがとうございます。どうもよろしくお願いします。いや、ありがとうございましたね。最近は活動としてはどんなのをされてるんですか。最近はもう詩吟オンリーですね。詩吟中華の今日は私もね、はい、詩だごと吹いてよかって言持ってきたよ今日。あ、ね、マジですか。朝からこの割れてるところにボンドを流し込んできて、おいやいや、もう割れ尺八という感じで、ここもテープを貼って、ね、よりよりで恥ずかしいんですけど、まあ適当にということでガンちゃんから言われればちょっと弾いてみたくなるとな。いきなり何の何のフレームこれが、いや、これさ、本当に今日朝ね、朝今日もう5時前早く目が覚めてたんだけど、ラジオ体操行けなかったからね、これもうまあ一応持ってきた、その適当にっていうのがね、できるかっていうのが、まあしかしシンガーソングライターでね、このこういった CD をね、これなんですか、歌バカリバーサイドウォークのお店、はいはい、これを発表、もう間もなくまた新しい歌が流れるということでね、はい、できる、できますね、4月に。いいね。でもこの曲もなかなかいいからね。ありがとうございます。でも今日歌うということで、それではその、まあ、10分ごろ歌いますか。あ、もういつでも大丈夫ですね。ということで夢のかけらというのは、これまずご紹介してください。YouTube でですね、知り合いました、カビゾの住明さんという大先生なんですけど、僕昔はカラオケでよくガイドメロディっていうか歌が入ってカラオケあると思うんですけど、はい、そのガイドの歌手をやられたりとかですね、はい、してるんで、もう抜群の歌唱力の先生で、夢のかけら、初めは YouTube だけのやり取りだったんですけども、 Facebook に移行してからもう毎日いろいろお話をお話してますから書き込みでですね、わかりました、それでは私自身もね、この先日からね、マスオさんとよくかけてましたよ。ありがとうございます。先生も大喜びですよね。本当によろしくお伝えくださいね。先日から母ちゃんっていう歌はやっぱりもうご本人さんの歌も、島津亜矢さんどっちもいいけど、ご本人さんの歌もやっぱりなんかこれね、よかですよ。なんか本当にこの私お袋が亡くなったことを思い出しますよ。ああですね、それぞれのお母さんがいるからですね。いや、それぞれの私はしかし21の時だったからね。あら、早かったですね。ネギショーは姉がしてくれたけど、早かったですよ。泣きましたよ、もう。あ、まあ待っててくれ向こうで親孝行というセリフがまた最後のね、歌詞がよく出ますよね。ですね。お、岩間さんとこのお母さん健在。もう一応健在ですけども、会話がもう会話が成立しない状態なんで。なんだかなっていう状態ですね。あ、そう、まあおいくつぐらい？今82ぐらいですかね。ああ。で、蜘蛛膜下で倒れてから、あら。からもう完全にもうもうそれから脳溢血とかずんずんいろんなのが次から次にですね、あ、そうですか、発症してしまって、だからもう寝てるだけですね今。あ、そうですか。じゃあ歌をその歌ったり聞かせるってことはない？はないですね、残念ながら。残念ね、こんなに活躍してるのにね。いやいやいや。さて、寒い中ランタンフェスティバル200、2月19日から3月5日まで、長崎市内でありましたランタンフェスティバルは、92万人のお客様が来店、来席されました、来期されましたね。で、イベントを
YouTube、スティッカム、それからもう一つは何ですかね、あの上げていただいて、はい、あのよく上げていただいてということで、実は、変面ショーに出たお嬢さんの親御さんが非常に喜ばれて、もう記念になってる、でもそれ取り込んで、眺めてるよっていう、そうですか、嬉しかですね、本当にそういった方もいらっしゃるでしょうし、まあ、私の歌もね、ありがとうございます、外れようが内緒が上げていただいて外れようがスキップしようが、まあ、それがもう、はい、私だということでね、まあ、あの当時はもう本当一生懸命やってるんですが、まだまあまあ、今度岩本さんの詩吟がまた聴けるということでね、まあしかしこの前からね、コンテストにも入賞されて、乗りに乗ってるですね、4段、セイザン山ですね、セイザンということでね、まあ普及にね貢献してください。やっぱり皆さんびっくりされるでしょ。いや、そうです ね、いやもうほとんどが初めて詩人初めて聞いたっていう人ばっかりだったんで、あそこ甲子病とかもですね、だからみな、少しは認識していただけたかなとは思うんですけどね。よかったですね。ビデオを撮りながら立ってきて歌うのが非常に皆さん驚いたような感じでございましたね。仕込みじゃなくていつでも出れる人だなって、僕いつも思うんですけど、パッと言われてパッとやる人大好きね。遠慮する人がいて、特に僕の姉なんかは言っても言っても、もう何回誘ってるかな、やっぱり恥ずかしいって言うけど、山さんの場合は一旦電話したらちゃんと家に帰ってね、作業着に着替えてきたと聞いて俺逆やろうと思うけど、本当ありがとうと思いましたよ。それはまあ、見てる人たちもあった感じでね、傍観しながらおいでいただいてるから、はい、特にまあ、まあ、身近に感じられるんでしょうけど、いきなり来てね、まあ曲は作ってるわ、歌は歌ってるわ、詩吟はやるって、もうびっくりされたでしょうね。いや、どうですかねもう自己満足の世界ですけどまあしかし実力はあってね、これまで聖山まで今登ってこられましたからね。さあ、それでは夢のかけら、はい、ちょっとかけてみましょうか、はい、音源をいただいておりますから、これをかけながらご本人が歌うということで、はい、ちょうどこれから、はい、桜が咲くシーズンで、ちょうどその時期のいいですね、上園先生見てるかな、歌われてる方ですね。今日行ってらっしゃるんですね、どなたが歌ってるんですか。上園先生、住明先生ですね、はい、分かりました。いきなり有名な人が来るからもうびっくりするもんね、かなり有名な有名な方でしょ、わお、ということで、それでは、岩間雅彦さん、今日のゲストの方に歌っていただきましょうね、夢のかけらでございます。かかりますかね花の下、若さはじけて酔いしれる輝く明日は日に暮れる、望んだようにきっとなる、ああ青春は揺れ流れて、夢のかけらを置き去りに、桜吹雪が肩に舞い散る。
の影、心ひとつひたむきに、愛した日々が遠くなる、愛した人が遠くなる、ああ花びえに胸も冷たく、夢のかけらも重ねきて、髪に白さが混じる頃、しみじみ胸によみがえる、静かに淡くよみがえる、ああ青春は幻、夢のかけらは遠い日も桜吹雪に霞む思い出、夢のかけらを幸せです。長崎市安橋に横綱カレー1号店がオープンしました。セットメニューは横綱カレーとミニうどん、うどんとミニカレー、どちらも500円です。なおトッピングメニューはカツフライ、カキフライ、チキンフライ、エビフライ、ハンバーグなどお好みでカレーを楽しめます。お問い合わせは電話 095-825-5359 横綱カレーまでどうぞ。はい、秋山達郎のみんなのラジオの時間、第2コーナーに入りましょう。今日はスタジオにはシンガーソングライター岩間雅彦さん、まあ、ワンちゃんで、有名でございますけどね、淳二郎さんや健二郎さんとも仲間ということで、はい、太田千恵さんもそうでございますけども、はい、長崎で、音楽をずっとやられている岩間さんですが、まあ、夢のかけらという、はい、この上園さん、はい、末澄明さんの歌を、これはもう早くから出てる曲ですか？もう、もうかなり前からですね。で、ウガで配信、ジョイサウンドで配信されてますので、ぜひとも覚えてですね、皆さん。これどんな人覚えられるんですか？ CD を買って、CD いただいて、それを何回も聞いて、何回か聞いてですね。曲は俺先日友達とカラオケに行ったら、僕より一つ下の男の人で、だけちゃんって言うんですけど、前川清さんが大好きで、僕が知ってるのは1970年だから68年代から1977年、
80年、1980年入り口ぐらいまでの中のいくつなんですけど、全部歌うんですよね、いろいろ。で、なんで機材、CD、レコードで覚えたと、買ってね、昔は CD もないときは一回聴いただけで歌い気になったもんね、ですね、昔本当特に楽器をする人はね、あの耳コピーでこう、取ってね、あの楽譜を、取ったりされたんですけど、まあ、しかし今便利ですよね、ですね、そういう意味じゃ、手に入るし、ね、もう YouTube でも結構アップされてるんでですね、でそういう意味で、あ、そうか YouTube でね、で、もう一つ高田優一代記っていうのはこれどなたの歌ですか、この方が、あのまた今度詩吟の方で超有名な先生で、NHK の邦楽のひとときとかよくあの放送されてるんですけど、そこに登場される大先生です。お名前を教えて、あの辰巳吟醸先生という、吟醸先生、もうかなり有名な詩吟も歌えなくて、こういった、いやもう詩吟ではもう、ではもう、もうかなり、超有名な先生と、これも長崎の方にもおいでになって、ね、まだ来たらしゃない、旅行では来られてるかもしれないですけども、まだあの知り合ってそう長くないんでですね、でこの先生とはブログで知り合って、はい、あらあら、ブログ、あ、ミキシーやったから、で仲良くしていただいてですね、あの、で、あの本業もですね、あの関西の方の、うどん屋さんで 超有名店らしいんですけど、ちょっとあのおいしんぼで出てきたらしいですね、そのうどん屋さん、の社長さんです。うどん屋をしながら試飲をして、しかもこの歌を歌ってらっしゃる、高田優一代記、早速行きましょうかね、それでは岩間雅彦さん、今日は歌の方でね、いいのかなっていうぐらい、はい、断じこの世に生まれた宝は何かし遂げて死のうじゃないか、おろしゃ行きに東へ西へ夢も石屋、日本小石屋、ああ大黒屋、高田優。おしま忍べば逢いたさ募る、それ同じるな未練の夜風、帰国念願私は知ったが、ここは最果て北海根室、夢に見たとて、夢に見たとて、ああ抱きしめる肌もない
鎖国日本の歴史の波に命さらした男の生き地、一度しかない人生ならば死ぬも生きるも気の向くままに生きて悔いない生きて悔いない、ああ大国や バリバリで出るじゃないですか。いやこれ詩吟で鍛えてるからね。いや原曲よりも1音低くしてるんですけどね。あ、そう、じゃあお知らせ言っていいですか。はい、どうぞ、はい、長崎一番ではあらゆる技術を駆使して体に優しいかまぼこの開発に努めてまいりました。そこで今回できたのが三元かまぼこです。この商品は食塩リンをそれぞれ 50% ずつカットしました。この3大要素を半分にカットすることによりリンや糖分の制限を必要とされている腎臓病や糖尿病の方、また高血圧で塩分摂取を控えたい方におすすめです。美味しさはそのままの三元かまぼこ、種類は2種類、野菜入り丸天3枚入りとミニ天6枚入り、どちらも168円となっております。直営店舗で好評発売中です。ぜひ一度お試しください。お問い合わせは 0120-24-1650 までお願いいたします。長崎一番から新商品のご案内でした。製品長与町にニコニコレンタカー長崎長与店がオープンして大好評です。プロのメカニックがきちんと整備した安全で激安価格のニコニコレンタカー、12時間乗り放題で2525円です。お問い合わせはニコニコレンタカー 0120-32-2525 までお願いします。はい、秋山達夫のみんなのラジオの時間です。第3コーナーに入りましょうね。今日はスタジオにはシンガーソングライター岩間正彦さんにお越しいただいて、夢のかけら、はい、大黒屋高座雄一大輝を歌っていただきました、はい、気分はどうですか。もう最高です、ね、最高ですか気持ちいいですね。今日はユーストリームでたくさんの人にご連絡いただいてありがとうございます。見ていただいておりますからね。本当にまあ作曲をなさる方みんな歌うまいというのは分かりますけど、源哲也さん、松田昭人さん、平尾正明さん、まあ、皆さんね、その歌をね、船村徹さんもそうですよ ね、ギター弾きながら、うん、歌われるんですけども、まあしかし耳もいいんでしょうね。ほとんど外さないという。私は外しっぱなしですけど高音が出るからいいですね。もうギリギリ、ダンシングオブナイト高音が出ないもんね苦労しますけど、ええ、あれは楽団の方が編曲して、ああいう風に編曲してるから、編曲した分を川富さんがしたのをできるだけ歌ってやろうという僕の、まああれなんですけども、あれ雨の慕情にしてもらうんですけど、バンド自体が編曲して演奏しているのが普通だったのでね、それから歌ってるんですけど、いやいややっぱり難しいですね。ですね、もうやっぱりやっぱキーっていうのが一番の問題ですよね。もう最近は通信カラオケになってから楽ですけど、あれもう全部もうピピピピでフラットフラット、シャープシャープ、最初わからんだね、あれね、何のことかなと思ったら、まあ、原曲より2つぐらい下が
いいのかなと思って。あ、そうですか。じゃあ同じぐらいですね、キーとしては。一つ、いや、鍛えるため。あ、鍛えるため。できるだけ原曲に、うん、あのした方がいいかなと思ってるんだけど、うんうんうん、まあしかし出ないのはどうしようもない。天城越えなんか歌いきらん、はい、あ、上がガーッと高い、ね、ですね。あれは、うん、あれ高いね。すごい。いやいや、山さんで行くかもしれない、はい、いやもう、ま、それはもう通信カラオケなんでキーをちょっとあの低くして、うん、石川さゆりさんよりも2つか3つぐらい高くして、高くしたら歌いやすからね、ですね。女性の場合は2つか3つか4つぐらい高くして、うんうんうん、男性の場合は1つか2つ下げると歌いやすい。歌いやすい、そうね。上げるとね、前かさと下げるもんね。ああ、そうか、うんうん、じゃあ上げればいいのね、3つぐらい、上げて練習してるから、ですね。さて行こうかね。男の演歌道って、はい、これどなたの歌なんですか。はい、大阪でカラオケのボックス、はい、ボックスやカラオケ喫茶 の、はいはい、あの社長さんで、はい、樋口博さんという方ですね。樋口さん、広瀬さん、はい、でブログで知り合いまして、あはは、したらあの CD いただきまして、そのルートがよかれ、ね、あの岩田の場合はそういった、もうすぐお友達になるっていう要素があって、まあしかしそれだけしてるもんね、いろんなことをね、いえいえいえ、送ってやったり、これをアップし、うん、YouTube にアップしたらですね、はあのこの樋口さんのお客さんがそれを聞いて、うん、覚えて、でお店でいっぱい歌うようになったっていうことらしいんですよ。あ、ではその上げていいですかっていうのを、いや全く何も聞かず無許可でですよ。でもその方がさいいよね、まあ喜んでもらってね。ですの、であのだから本人がやっぱり店でそう歌うわけいかないですよね。あ、そう、でもこの、うん、第三者を介してこう皆さんが歌を覚えて いただいて、でお店に来て歌う、どん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 歌ってくれるっていうことで、うん、かなりあの喜ばれて、樋口さん、よかったですね、大阪のカラオケハウス、樋口博さんの歌、男の演歌道、今日は岩間雅彦さんが歌います。行きましょうか。はい、待ってくださいね。じゃあかけますよ、はい、カラオケをかけながら歌ってもらいましょう。かけらを一つだけ、男は抱いて生きてゆく、義理と人情の演歌節、歌い続けてただひたすらに、きつい修行に耐えてゆく、一は一筋演歌この世の歌の道、出会いの共に励まされ、旅と別れの演歌節、歌に託して、ただ白くだけ友の情け
男の旗印、風雪耐えてどこまでも、海の男の演歌武士、技を競ってただひたむきに歌う両家の意地の良さ、歌は一筋演歌宴会状態です。いや、正彦さん、男の宴会道でしょ。はい、やっぱりビブラートというか、あれも前もな、やっぱり宴会も浦和さんうまいわ。 ありがとうございます、ね、やっぱり宴、はい、宴会ね、僕は宴会大好きだから。いやいや、特にこの祈りを込めてって誰のことですか。伊藤博さんっていう作詞家の先生でですね、はい、あの樋口さんのお友達だそうなんですけど、男の宴会道の CD と一緒に送られてきたん、うん、ですけど、なかなかその内容がですね、はい、あの反戦というか、あの戦争時代の辛さをちょっとあの織り込んでですね、多分ご自身の戦争体験でを織り込んだと思うんですね。ご自身の作詞ですし、祈りを込めてね、ええ、でちょうど長崎にちょなんかすごいぴったりくる。これ曲も伊藤さん、曲は中島先生なんで、うん、データあの男の宴会道を作詞あ作曲された先生ですね。ええ、男の宴会道の作詞が伊藤博先生なんで、あ、同じ先生ですね、先生同士ですね。すごいね、中島なんとしたんですか。中島博先生ですね、はい、まだあの1回も直接お会いしたこともない。名前が一緒だ、伊藤博さん、中島博さん、ね、あ、庄司さんですね、中島庄司さん、中島庄司さん、庄司先生ですね、はい、作曲家ですね、はい、ということで、この曲も行ってみましょうか。祈りを込めて、はい、ということでね、ですね、今日は岩正彦さんの歌の時間でございます。行きますよ。申し訳ないです。行きますよ、はい、あ、本当だ、金がなくて、ちょうどいい感じ。空の彼方から聞こえるような母の声、昭和の時代を戦火に耐えた平和の願い、心の叫び、世界は
ひとつ、願いはひとつ、我らの務め、新たな目誓い。海神に生きたる友の声がする。平和を求め友が集い、弱い重ねて昭和を歌う。世界はひとつ、願いはひとつ、祈りの歌よ、世界に届け。青き園の先に、希望に満ちた日が昇る。いさかいなくすみんなの夢を、慈愛の手と手、世界をつなぐ。世界はひとつ、願いはひとつ、絆を強め、祈りを込めて。ありがとうございます。ここで繰り返しやったんですね。ね、岩間正彦さんにね、カラオケを使ってこのラジオで歌うという、まあこの4曲今もういい歌ばっかりだったね。夢のかけら、高田雄一大輝、はい、男の演歌道、祈りを込めて。あの演歌は1番2番の間に少し間奏がある。2番と3番のちょっと19秒近くのこれが間奏がある、これがいい手やもんね。あ、うん、もうほとんどそういう感じですから、ですね、ほとんどですね、歌い上げていただきました、はい、じゃあお知らせです。ランチタイムはバイキング料理スリゼで、地元で採れた旬の食材、地産地消をモットーに健康に優しい美味しい手作りの料理が自慢です。新鮮野菜の各種サラダ、揚げ物、煮物、和え物など豊富なメニューと当店オリジナルスイーツが大好評です。ご家族やお仲間との楽しい食事会、また小グループでのご宴会に最適です。詳しくは電話 095-856-7570、 声優道のお天2階バイキング料理すりぜまでどうぞ。買います、売ります、リサイクル長崎からのお知らせです。店舗や事務所の新設移転閉店の際はぜひリサイクル長崎までご一報ください。また引っ越しや家庭の不要品、例えば家電品、贈答品、その他日用雑貨などを処分でお困りの方は当店で親切丁寧に買い取りと処分をさせていただきます。なお家の売買に伴う不要品の処分についてもお気軽にご相談ください。詳しくは長崎市柿堂1丁目のリサイクル長崎、フリーダイヤルは 0120-425510 まで。はい、秋
山達夫のみんなのラジオの時間です。さて最終コーナーに入りましょうね、はい、今日は12時から岩間雅彦さんにお越しいただいて、まあネットで知り合った方、ブログで知り合った方の CD をですね、覚えて、まあよく覚えられますね。いや、ね、好きだからですね、やっぱり新曲を覚えて、まあ、僕にとってはもう大変なことで、ですね、本当、本当、いやいや、もうそれ歌うなんて、もう本当、何曲も増えていくね、どのくらい、まあ、レパートリーはありますか。800でしょ。でしょ、嘘でしょ、取られた。まあ本当ね、なかなかこの、自分の偏ってしまうもんでね。ああですね、もうそれがキーなんでしょうかね、キーやっぱ大事だそうですね、この前、花岡雄平先生の、あのおいでんとこのカラオケ大会見に行ったんですよ。あ、そうですか。もう昨年、もう2年前になりますけど、やっぱキーとおっしゃってましたよ、どんな歌を選ぶかはですね、自分にやったキーがあるんだ、どういう歌の方が合うんですか、例えば他には。もう一番好きなのはやっぱりホークですね、青春時代、もうかぐや姫とか井上陽水とかですね、その辺で育ちました。それ今度持ってきたらいいね、これで。次回あのまたカラオケで、またやろうって、ね、ちょっといろいろあの駆使して、フォークもそれはいいですよ、本当は弾き語りがいいんでしょうけど、もう指が動かないんで。そうですか、4月10日においでいただきますから、その時にはぜひぜひフォークに行きますか。あ、いいですね。次フォーク特集ですね、はい、10日は金曜日です。はい、4月10日金曜日に、山さんの方フォーク特集でね。さて、はい、次なんですけど、これナンバー、これは5番目にある、これは曲が流れるんですか。それ詩吟の曲が流れていくという曲で、それを聴きながら。今日は何を準備されてる。今日がですね、あの5月3日に、あの財団のコンクールでやる予定っていうか、もうそれで東京で、いや、あの長崎県大会なんで、県大会大村のシーハット、はい、大村、はいはい、の桜ホールで。いや早速、まあ今、まあ出来上がっている途中のと、これは5月ですから、まあね、ですね、ですもんね。いや、まあ、行きますか。まあ、1ヶ月しかないんで。ああ、本当だね。じゃあ行きます。はい。はい、今日はユーストリームでファンの方が見てらっしゃいますよ。手を振りながらお願いしますね。はい、それでは岩間雅彦さん、詩吟の時間です。画竜帝京に駆ける一夜
ありがとうございます。うーん、この尺八聞けたら不健やろいや今の通りに弾けばいいんですよ。これ相当やってますね。すごいですね。それはもう尺八の先生はもう有名な先生でしょうから、ね、すごいですよね、はいはい。いや、まあ、今日パッと朝から起きてね、はい、まあ、ボンドを流し込んでね、岩間さんを驚かしてやろうかなと思って、ええ、一応持っては来たんですが、その曲は分からないというか、まあ、音は出ると。で適当にやる。それどっちにかませるんですか。ここにかませるの、マイクは。下にこうかませるの。尺八はどうですかね。見たことないですもんね、うん。すごい。座って言ったら俺が、ええ、ああやってみますかぶっつけ本番で 今の感じでどっから出せばいいのか。いやいや、こっちが勝手にやります。難しいな。低いような気がする。惜しい百万協力出ない。引く気が合わない。う、難しいですね。これさ、腰上でやろうかな。腰上。いや、今よりもちょっともうちょっと低くね、2つぐらい上から出ると。あ、俺が、ええ、あれは難しいわな。でもちょっとやっぱり練習せんと。 CD をもらってたのね、ええ、あの音でいいの。 あの音がいいんですよ。あの通りに大体吹けば。歌じゃなくて音だけ今度入れてくれる、ええ、あれ歌と一緒に入ってるでしょ、ええ、あ難しいんだね。あれはもう YouTube で拾ったやつなんでちょっと難しいですね。これにさっき音楽入ってるんで。あ、そう、これは尺八だけだね。尺八と琴ですかね、入ってるんで、これをかけながら、かけながらだいたい自分でこうキーを弾いてね、適当にやってみます。難しいわな。ちょっと今の難しかった。これは難しくて。じゃあここでね、はい、先日から岩間さんがお連れになった、いい人ですね、あの方、増田さん。はい、増田明久さんですね、はい、行こうかね、はい、ステーション。ああ、いい、かわいいでしょう。これもまた増田明久さんと本当にどうですかこれ、いや、増田さんは気さくな方ですよね。ですね。また長崎はなかなか来れないですね。ですね、3月に来られるっていう話だったんですけど、いまだ連絡がないです。連絡があったらまた15分でも20分でも立ち寄っていただければ。11時半から掲示板おりますから、じゃあ行きましょうかね、はい、増田明久さんステーションです。窓の外は今も冷たい雨が降る。滲む街の明かり、ステーションホテル、おしゃれた名前のカクテル、流れる素敵な歌、
岩間雅彦さんとね、はいもう十数年20年近く、ですね、もう友達ということで今日念願かなってこのスタジオにおいでいただきました。まあ、まあ、いっぱい作ってらっしゃるんです ね、年間船ですか、年間船もそうでございますけど、でもやっぱり岩間雅彦さんの曲歌バカ、ありがとうございます。これいきましょう。作詞作曲岩間雅彦さんです。四角いボックスの中カクテル光線揺れてへばりへばり歌うオピラがいる。歌うこと蘇生春愛しい心さえ汗を飛ばし歌うオイラがいる。オイラがいる。それでそれでいいと今まで思っていた。そしてそして今もいいと思っている。それでそれでそれで喉が枯れようと明日も明日も明日もこうして歌っている。だけどもどこまで行けばいいのだろうか。ドリームおいらの中の夢追い人よ。どこまで行けばいいのだろうか。ドリームおいらの中の夢追い人よ。そして今日も地球空いて歌ってる。ララララ。スポットライト浴びて派手な衣装をまとい身振り手振り歌うおいらがいる。出待ちの緊張感捨て魂解放をして一曲入魂歌うおいらがいる。おいらがいる。それでそれでそれで歌が伝わればきっときっときっと心も伝わるさ。そしてそしてそして拍手をもらうとき身も心もステージで昇華する。だけどもどこまで歌えばいいのだろうか。 Dream おいらの中の夢追い人よ。どこ
どまで歌えばいいのだろうか。 Dream おいらの中の夢追い人よ。そして今日も地球空いて歌ってる。ライララそれでそれでそれで、今日のみんなのラジオ岩間雅彦さん、最後はね岩間雅彦さんのオリジナル歌ばかり。5月3日のね大村で、はい、大村で、はい、県大会の市議にも活躍ということでね、頑張ってくださいね。はい、ありがとうございます。さて来月はいよいよフォークに入りますが、はい、2月の10日、はい、ということでそれぞれテーマを決めて、それまでまたこれをちょっと私も聞いて、はい、ちょっと練習だけしますよね、はい、まあ最初に今日もね、いろんな歌が聞きました。夢のかけら、高台に一大事男の演歌道、祈りを込めてですね、それからまあ増田ステーションホテル、当然岩間雅彦さん作詞作曲歌ばっかでございます。純次郎さんとは連絡つきますか。ただね、長崎においでだったら来てほしかったですね。ですね、なんでしょ、なかなかですね、神戸からですから ね、また新しい曲が出てきたことに、この辺でありがとうございました。岩間雅彦さんでした。